はい。ということで、えー、どうも皆さん、こんにちは。底辺でございます。えー、競馬論ロン第54回ということで、えー、まあ今回はですね、えー、天皇賞春以外のね、重賞、ユニコーンステークスと青馬賞の方を振り返っていきたいというふうに思います。えー、まあそうですね、ユニコーンステークスの方に関しては、本命ミッキーファイトでね、えー、対抗里のエピック。まあここまでは良かったんですけどね、えー、えー、ラムジェットをね、えー、もう完全に外してましたね。はい。えー、ちょっと、<coughs> ちょっと想定外ですね、ラムジェットは。まあ枠自体は3枠5番でよ,くよかったんですけどね、えー。ただ、この馬がね、まあ、どっちかっていうと、早めに仕掛ける感じで上げてきて、でそっからまあ、ロンスパって感じでしたよね。えー、まあ、三浦昴生ジョッキーが重症制覇ですけども、はい。えーまあ、そうですね、ラムジェット上がり最速37.6ということで、<laughs> まあね、ユニコーンステークス今年からね、えー、ダート三冠の整備がさ,され直しましてね、えー、まあ去年まではね、東京のマイルやったんですけども、今年から京都のダート選球ということで完全に中距離のレースになったんですけどもね、えー、まあ、ラムジェットが1着、で、2着が対抗の里のエピック。このもね、えー、追い切り時から合わせるまでも非常に優秀な馬やったんですけども、えー、まあしっかり上がり三考の38.0、全体2位の足は使っているんですが、 えー、それ以上にラブジェットが速かったですね。うん。で、僕の本命のミッキー・ファイトは3着ですね。はい。えー、まあ、どっちか好意追走からやったんですが、最後ちょっとね、えー、伸びなかったって感じですね。はい。で、4着にね、サンライズ・ソレイユという謎の馬が来てるんですね。えー、僕は完全にノーマークやったんですけども、えー、12番人気。ただ、上がり3本の38いで全体3位の足で。 最高峰からぶっ飛んでき、ほぼ最高峰からぶっ飛んできてるって感じですね。はい。え、ちょっとこの馬、要警戒ですね、今後。<laughs> で、ムルソーが6着、5着。えー、まあ、ムルソーはね、結構道中、積極策で行ってたんですが、えー、まあ結局、最後は、最後は足が止まったって感じで、足が上がったって感じで5着でしたね。はい。で、えー、っと、まあそうですね、荒れた柱6着。 ハーバーライト7着。左右着、スナーク、ラファレオ10着。スナークサ、スナークラファレオ10着。えー、ピュアキアン。追い切りが良かったピュアキアンですが11着。風のランナー12着。って感じですね。はい。えー、まあ割とね、印付けた馬が上位には来てるんですが、<laughs> <laughs> まあ解明的にも外れましたしね。 はい。ミッキーファイトとサト,のサトノエピックの単勝二点いやったんですけども、えー、もう外しましたね。はい。えー、サト,サトノエピックね、買ってくれたら美味しかったんですけどね。えー、まあ、ユニコーンステープスに関してはそんなとこかなあんまり振り返る内容もないですね。ここに関しては。えー、まあ、続いて青場賞の方を振り返りましょうか。はい。まあ、青場賞に関しては、 まあペースで言うと1000メー通過タイム59秒5。えー、まあ早くもなく遅くもなくって感じで、まあ、ちょっと荒れましたよね、ワバ賞の方はね。はい。まず一番人気のヘデントールが飛んでますよね。まあ、一応ね、全体3位の、あ、33.7の足は使えてるんですが、えー、まあね、えー、今回、ね、日本の、えー、この日から日本に来てたオシアジョッキーが乗ってたんですけども、まあ、ヘデントールに関しては位置取りですね。えー、まあ出遅れ出遅れやったっけあんまりレース映像見てないんですけど、 この日バイトやったんで、えー、まあ、同時15番手、16番手、まあ、ほぼ最高峰からって感じで、まあ、一応伸び足は使ってるんですが、まあ、結局8着。<laughs> で、1着が、えー、とかジョッキーのシュガーくんですね。北さんブラックの兄弟、弟ですね。はい。えー、まあ、上がりさん333.9、まあ、いい足も使ってると。で、道中は高位追走から、まあ、突き放す感じでね、えー、まあ、最後、湘南ラプンタが迫ってきてましたけども、 まあ、かわして、シュガー君の勝利ということで。えー、まあ、ダービーの出走権を、まあ、湘南ラップンタと共に獲得したって感じですけども。えー、まあ、ただね、ダービーで勝負になるかって言われたらどうなんかな。やっぱり、サツキ賞のね、レベルがね、高すぎたんですよ。はい。あのハイレベルなレコード決着。それ考えるとね、やっぱり別路線組はね、うん、あんまり僕は期待してないんですけどね。 ただ、シュガー君はね、やっぱり決闘がいいですし、で、勝ち方も非常に強い勝ち方でね、まあ、確かにダービー武器だと思うんですよ。<laughs> うん。<coughs> ただ、どうかなうん。まあ、それで言うとね、デュアルウィルダーダービーで見たかったですけどね。アガリさんは33.5で、えー、全体三着の足、えー、全体1位の足で3着に食い込んできてね、しかも外枠からで、えー、僕はこっちの方が期待したいですけどね。 えー、デュアルビルダーは、まあ、一応も本命にしたんですよね。うん。モレイラジョッキー機乗で。外枠です。外枠ですけども。えー、まあ、東京やったら大丈夫やろということで。まあ、実際3着に来てくれたんですけどもね。で、一応デュアルビルダー軸で3連服凍ってたんですね。はい。まあ、一応3連服6600円ついたんで、まあ、プラスはプラスですね。はい。えー、で、2着に湘南ラプンダー。 このまま33.6で、えー、全体2位の末足使ってます。はい。えー、馬体重がね、マイナス10っていうのがね、引っかかったんですけども、えー、まあ、そうですね、バイト中でね、えー、あの、馬体重とか見ずに買ってたんでね。ただ、ただ前走プラス10できてるんで、まあ、ここ、めいちやった感じですよね。で、しっかりダービーの出走権勝ち取ってということで、えー、まあ、小7のポインタの方が、えー、僕は期待ですかね、ダービー。やと思います。はい。えー、で、 4着に里のシトラーセ。で、ウィン・マックシマが5着。まあ、当初で、このまま本命にしようかなと思ってたんですけどね、あの、追い切りでね、なんか、なんかかかってんじゃうかなって感じがしてね、やむ、買うのやめたんですけど、5着でしたね。<laughs> まあ、道中は積極足でね、番手追走って感じで、でまあ、そっから、ちょっと伸び足かいたって感じですね。はい。で、フォスタボンド6着、えー、コスモ・ホテル7着、ヘデントウル8着、アバンデル9着。 アバンデルで結構穴マとしていいかなと思ったんですけど、まあ、実際ね、上がりさんから33.5で、全体1位なし扱ってるんでね、ええー、まあま、あ道中はほぼ最高峰からの追走でしたけども、まあ、9着ということで、ええー、まあ人気以上には走りましたよね、はい。で、トロバトーレが11着。ねトロバトーレここまで負ける間じゃないと思うんですけど、11着で終わって、終わってますね。うん。で、グランアルティスタ12着。 パワーホール14着、まあ。結局パワーホールが逃げたんですけども、ええー、まあ、見た感じドスローじゃなかったですよね。共同通信の時みたいに。やっぱ若干、共同通信よりかは早い感じで逃げてたんで、まあ、持ちませんでしたね。14着。はい。って感じで、まあ、青場所に関してはどっちかっていうと、 前ってよりも後ろの方が有利でしたね、ここはね。はい。まあ、東京ってのもありましたけどね。で、まあ、ダービーでカウンやったら、まあ、修学もそうですけど、湘南ラプーンーあたりに期待したいですね、ダービーでは。どっちかというとね。うん。あと、デュアルユリダーね、ダービー出てこれるんやったら出てきてほしいですけど、多分ボーダー的にきついんでしょうね。賞金ボーダー的に。はい。デュアルユリダーに関しては、戦績見てみましょうか。えーっと、青場所3着の、あと、未勝利、未勝利か。 じゃあ多分賞金足りないですね、これね。うん。やと思います。はい。えー、ってな感じで、青葉賞の振り返りでございました。はい。えー、まあ、どユニコーンステークス、青葉賞、両方ね、えーまあ、今後のね、えー、まあ、ダートの参観ですとか、まあ、クラシックのね、を左右する、まあ、重要なレースですけども、えー、まあ、そうですね。あんまり参考になる内容ではなかったかなというふうには、正直思いますが、まあ、ユニコーンステークスの方はね、まあ、ちょっとあの、 えー、なんでしたっけえー、えー、と、ラムジェットが非常に強い内容を示したんでね。えー、まあ、次、じゃ JDD ですか多分。えーダ、ダート2巻目。んちゃうな。え、ちょっと待って、ダート3巻って何やったっけ羽田杯はこの前あった、ありましたよね。で、JDD が最後やったっけ羽田杯、あれあ、それ、東京ダービーん東京ダービーからの JDD? あれダート3巻ってあんまり <laughs> よくわからないんですけど。 ああ、はい、はい。え、羽田杯、東京ダービー、ジャパンダートクラシックか。ああれ。れ去年までジャパンダ、ダートダービーじゃなかったっけあれ <laughs> まあいいや、なんか、この辺はようわからんすけど、はい。えー、まあ次、多分、おそらく東京ダービー、 東京ダビーはいかんかなうん。多分そのままジャパンダートクラシック行くんやと思うんですけど、はい。えー、まあ、ラムジェット大いにたいですし、青場所に関してはそうですね、去年ね、えー、ハーツコンチェルトが3着に走、構してますし、えー、まあ、ちょっとね、スキルビングがね、えー、去年は残念なことになってしまいましたけども、えー、まあ、去年はですね、去年の青場所は、えー、スキルビングが3、えー、1着で、2着がハーツコンチェルト <laughs> で、3着がティムール。<laughs> ティムールって、そういえばダート走ってますよね、今。えー、まあそうですね。えー、3着、えー、2着のハーツコンチェルト、まあ上がり最速のね、ハーツコンチェルトが、まあダービー絡んでることを考えますと、まあ、やっぱりね、えー、この今年のね、湘南ラップンとあたりは要注意かなというふうには思いますね。はい。えー、まあということで、えー、以上、選手中の重症振り返りでございました。 えー、次の動画ではですね、えー、NHK マイルカップの、ね、展望していきますんで、えー、そちらの方もね、ご覧頂ければというふうに思います。えー、ということで、えー、本日の動画、これで、以上、これ、本日の動画、これで以上になります。え良、ー、ければですね、こういうことチャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、今年中にね、収益化目指してるんでね、えあ、ー、ぜひともチャンネル登録していただければ、あり、していただければありがたいです。えー、ということで、ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。